どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。お願いいたします。今回僕がお話しするのはネットで見られる恐ろしい話。はいはい、あのですね、はい、僕が以前やったヤフー知恵袋で見られるものすごい怖い話って言って紹介したんですよ。ああ、はいはい、ありましたね。で、あれを見てくださった方から、うん、いや、あれもすごい有名で怖いんですけど、あんまり目をね、うん、皆さんにつけられていない怖い話があるんですよと、うん、というのもヤフー知恵袋の中で怖い話を聞かせてくれよっていう風に質問を投げかけてる人がいるんですよって、うん、俺知らなくて、そういうなんか怪談収集をそこのヤフー知恵袋でしてる人がいるっていうのが、まあ言いそうだけどね、うん、その中でおすすめのですね、うん、これ怖いんすよっていうのを送ってもらったんですね、はい、そもそもの最初の質問、うん、怖い話求む、うん、もうそれはシャレにならんぐらい怖すぎる話をお願いします。いや、聞いたことある。自分は怖い話がとても好きなのですが、最近あまりにも怖い話を読みすぎて慣れてしまったせいか、うん、怖いと感じないようになりました。はい、心霊スポットに行ったりするのはできないのですが、なぜか怖い話は好きです、うん、米印画像は NG、 米印、うん、読んだら呪われる系は最初に注意書きをつけてください、うん、内容は問いません、本当に怖い話を待っています。これが、はい、ね、246,277 閲覧まあちょっと注文多い気したけど、すごいですね、うん、で2010年のものなんですよ、うん、でこれを未だに読む時があるんですって、その人は。え、じゃあ増えてるってこと？ね、増えてはないっすね。あ、増えてはないけど、2010年の時の、あ、見直すんだ。その時の、そうそうそう、見直すみたい で一応なんて言うんでしょうね、そのベストアンサーがあるんで、うん、どれがベストアンサーか当ててください。ベストアンサーっていうのが、じゃあ一番その人にとって怖い、怖かったってことね、うん、シャレにならんぐらい怖い話です。いくつか読んでいくんで、はい、当ててくださいね。まず一つ目、2010年6月の8日19時10分に、投稿されております、回答化されております。はい、あるところに仲良しの大学生4人組がいました、うん、ある日4人はお化けが出ると有名なトンネルに行くことになりました。うん、このトンネルはサイトにも載るほど有名でした。そのサイトには注意事項という項目がありました、うん、けれどサイトを見た4人のうちの1人はその項目を見ませんでした、うん、そして当日山道を越えて問題のトンネルに着きました。そしてトンネルに入っていきました、うん、50メートルぐらい進むと霊感の強い子が気持ち悪いということで山道を下ると、あるガソリンスタンドで待つことにしました、うん、その後3人でトンネルを進んでいきました。ですが何も起こりませんでした、うん、そして U ターンをしてトンネルに戻り始めました、うん、そして何メートルか進んだ時いきなりバンという大きな音がしました、うん、え？と思い全員窓を見ると赤い手形が無数についていました、うん、みんなわーと言いながら友達の一人がいるガソリンスタンドに行きました、うん、友達はかなりびっくりしており3人はガソリンスタンドの人に拭いてくださいと言います。うん、スタッフは戸惑いながらも吹きましたけれどなかなか落ちません、うん、なんで落ちないんですかと聞くとスタッフはいやこれ絶対落ちませんよ、だってこれ中からついてるんですもんと言ったそうです、うん、そう、実はあの注意事項に窓を開けてはいけないと書かれていたのですが開けてしまったため中に入ってこられていたのです、うん、という、はい、あ、短い感じね、うん、そうですね、うん、まあ確かにさこういう話ってあるじゃない、うん、もう聞いたことある、ベタ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 と手形があって、うん、車屋行ってほんでまあぐーっと全部拭いてもらうんだけど一つだけ消えないと、うん、なんでやろうと思ったらその一つだけが内側からついていたんですよ、はい、っていうパターンよくあるんだけれどもこれに関して言うと、うん、全く落ちない全てというのも注意事項である、うん、窓を閉めたままにしてくださいね、開けてはいけませんよっていうものを破ってしまったから、うん、中に入られて中側からベタベタつけられた、うん、だから取れるわけないでしょっていう話なんですよ、うん、まあ実体験なのかどうかはここに書いてないので、まあ、要はその実体験でお願いしますって書いてないのでわからないんですよ、うん、まあ、友達に聞いた話かもしれないけど、うん、まあこういったお話があったそうですね、はい、2010年というのを加味して
いやいや、難しいわ。だから、最新のものでないので、今結構語られてるけれども、当時としては新しいかもしれないんでね。どうですか、こちらは。いや、まあ、よくある感じのやつだなっていうのが印象。はいはい。確かにね。では、続いてでございます。続いて、リアルなやつなんでそこまで怖くないかもしれませんけど、大抵怖い話ってより怖くするために脚色してますからね。私の友人Kとは小学校からの付き合いで、もうかれこれ20年以上になります。その Kの実家には霊が住んでいるんだそうです。Kいわくその霊を見るようになって10年ぐらいは経つかなって。Kの一家かっこ5人は霊感が強いので家族揃ってその霊を目撃しています。深夜脱衣所に一人でいて髪を拭いたり歯を磨いたりしていて、ふと顔を下げたり目を閉じて視線を外した後に視線を鏡に戻す、すると鏡に映った自分の後ろに20代くらいの若い女性が静かにこっちを見て佇んでいる、うわっとか声を上げると、その霊は消えていくんだそうです、女性の霊は2から3ヶ月に1回のペースで忘れた頃に現れると言っていました、多くはその脱衣所の鏡に映った姿で時折廊下でも見かけることがあると、K 本人も家族も見覚えはないので誰か知り合いの霊ではないそうです、そして10年以上前には見なかったことを考えると、10年前にどこからか来て居ついたのではないか、家族会議の結果ではそのような結論に達したそうです。一番怖いのは別に害を及ぼしては来ないから、お祓い等は何もせずにそのまま放置し続けてるっていう K 一家の根性でしょうね、疑問に思った私は K にやっぱりよく見てると慣れちゃうもんなのって聞いたことがあります、すると K はこれから出ますよって、前置きがあるわけじゃないから何度見てもやっぱり驚くし心臓に悪いよ、多分慣れることはないって笑いながら言っていました。1年前に K は結婚して家を出てしまったので、今も彼女の実家に女性の霊がいるかは分かりませんけど、 K が今年購入した新居はなぜかお墓の隣のマンション、ですからこれからもいろいろなお話が聞けるかなと私は期待しています、というお話ですね。なんかこのリアルなやつなんでそこまで怖くはありませんけれども、まあ怖い話で大抵脚色してますからねという前置きを置きながら、まあそれなりにリアルな体験談をここに投稿回答してますね。いかがですか。いやもうなんか本当そんな感じだよね。なんか、あの、あったことを。ただもうちょっと描写が分かりやすくしてほしいなと思う。女がどんな感じかとかさ。ああ、そうね。でもそこだけ気になっちゃったけど。でもまあ、そっかそっか、全体的にはなんかありそうな話だなって感じ。まあ、なんかそのさ、もともとの、こういう話を求めます、求めますっていう、まあ、ものに対して、これが正しい答えかどうかっていうのはちょっとわからないですよね。ただまあリアルが好きっていう人もいますから、ああどうなんでしょう。そうね、そうそう。というね、やっぱ怖いじゃない。これを求めてるかはちょっと怪しいかなって感じ。そうそうそう。で、続いてです。知ってるかもしれませんが、あるカップルが結婚の約束をしていたそうです。どんなことがあっても迎えに来てとお互い話していました。ある時彼氏がバイク事故で亡くなりました。彼女はショックを受け泣き晴らしました、その晩のこと彼女の家のドアをノックする音がしたそうです、トン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 かすれた声で迎えに来たよ。彼女は気のせいだと思い開けずにいました、するとトン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 、ドアをノックする音が激しくなってきました。開けてくれ、迎えに来てほしいと言っただろう、こっちは寒いよ、開けてくれ。彼女は一瞬開けようとしました、けれど彼氏は死んだはず。もしこのドアを開けたら私は一体どうなってしまうんだろう。彼女は返事をしませんでした、するとチッ、舌打ちしたと同時にドアのことが消えてしまいました、彼氏の死因はバイク事故で海に転落し水死だったそうです、というシンプルな、よく聞く話。これだからそれこそお便りとかでも似たようなパターンがあったから ね、 そのうん、自分の近しい人に擬態したようなやつが来るっていう話は、そうですね、なかなかに面白いなと思いますよね、では続いて、はい、うちの子供、
もう幼稚園の年長さんです。1歳くらいで歩き出し、ちょうどその頃にふと気がつくと、背中を向けて肩越しに顔だけ曲げて振り返るようにし、1歳の女の子がこんな仕草や目つきをするのって思わず見入るような表情で私を見ることがありました。その目はつり上がり、白目だけのようでもあり、ゾッとするけど目が離せず、体は必ず後ろ向きでした。そしてその時はすごく顔が青白く見えるんです。ふざけてやっているんだと思い、そんな顔はやめなさいと何度か注意したことがありました。年齢が上がってふと思い出し、そういえばそんな顔をしていたねと、ねえねえ丸々ちゃん、怖い目してみて、あの顔やってみてでお願いしたんですが、本人も忘れて再現できませんでした。そして去年あたりから、丸々の本当のお父さんはね、立派な狐でねなんて話し出したのです。幼稚園で流行ってるのかもとも思いましたが、お母さんは死んでしまったこと、自分もお腹が詰まって死んだこと、今も狐のお父さんにいろいろ心でお話やお願いをしていることなど、かなり普通に話していて、1歳くらいの記憶と重ねて、この子本当に狐の子だったのかしらねなんて思ってしまいました。真に受けるとしたら、今は人の子になれてよかったのかな。ちなみにこの子は今は焼けてしまいましたが、座敷わらしの旅館で写真を撮った時に、その写真を見たある方が、この人を気に入ってのれんの隙間から覗いてる女の子が2人いるね、すぐ女の子授かるよと言われ生まれた女の子です。なので狐じゃないなと思いたいんですが、ちなみに妹が生まれ女の子2人になりました。のれんの隙間には見ると笑ってしまいますが、丸々っぽい女の子が覗いていますっていう、お話。なんかいろんな要素が入ってる感じだったな。そうですね、まあなかなか面白いなと思うんですけれども、これ次最後。あ、これが終わり？次最後です、某芸人の話。子供の頃に蜂の巣に気づかず近くで遊んでいたところ、頭や顔など数箇所刺されたので、急いで家に帰り母親に一部始終を伝えると、慌ててお風呂場に連れて行かれ、自分の顔にまたがっておしっこを直接かけて消毒したそうな、いや怖すぎるでしょ。以上です。ほう、え、そういうパターンもあるんだ。はい、あ、まあまあ別にいいのか、なんでも 怖いと思ったらいいのか。そうですね、今1、2、3、4、5言いましたけれども、さあこの中で、怖い話を求む、もうそれはシャレにならんぐらい怖いすぎる話をお願いしますとこう言った彼、どれをベストアンサーにしているでしょうか。わかりますかね。わかります、皆さん。最初から言っておきましょうか、どんな話か。まあ、じゃあその、まずはタイトルみたいな、幽霊トンネル、手形がついたものですね、はい、そしてリアルな怖い話ですね、脱衣所の鏡に映る女性、はい、そして、バイクトントントン、亡くなった人がね、トントントン、そして私は狐の子なんだよって言った話、そして最後が某芸人の話、おしっこで消毒、さあどちらでしょう。5、芸人のおしっこ。それは、はい、なぜ？あの、これを聞いてる人の年齢が若そうだったの、そのなんか、喋り方とか、喋り方とかちょっと失礼な感じが若干あったりとか、その聞いてるのにもかかわらずちょっといろいろ注文が多いとか、ね、画像は NG とかっていうのを加味すると、マジで怖いのやつより、なんかそういう自分がこう想像しやすいとか親しみやすいやつになんか行き着きそうな気がした。まあ短くってパンチある方がなんかいいよねって感じ。じゃあそれじゃないとしたら、何どういうこと？そのじゃあ4つから選べってことね。その話じゃないとしたら、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 まあ。でも年代も加味しても、俺は2かな、じゃあ。リアルな方。ああ、
脱衣所で女の女を見る例っていう、確かにね、それだけなんだけど、うんうんうん、リアルなやつが好まれるしね、うんうん、やっぱちょっと、うん、想像しにくいというか、うん、他のやつはなんか要素が多すぎて、うんうん、ああ確かにそうかも、なんかこうイメージしづらいところが 何個かあった、しちゃうしね、表現が多分まだ、ね、確かに、ね、そんなプロの人じゃないからさ、うん、あれなんだ、確かに千葉さんおっしゃるようにそうかもしれない、んそれ何みたいな、確かにね、うん、それじゃないとしたらじゃないとしたらもう1ですよ、うん、ああ1な、王道中の王道、確かにまだこの、うん時代には、まだそこまで定着してなかったってことを、確かにね。加味するんであれば。2010年って、14年前ですからね。はい、だから王道になるっていうことは、やっぱりそれなりの、そのね、うん、怖さを与えたからこそ残ったっていうことです。だから島田さんとかこんなような話してた記憶あるんで。ね、で、当時さ、今もそうなんですけど、昔の方が心霊スポットすごい人気あったよね。あったあった。うん、よく舞台は心霊スポット多かったもん。あったよね。あの階段の舞台、うん。確かに確かに。うん、これでもないとしたら、うん、じゃあ、バイク顔のやつ、バイク、子供の顔がっていう、ああ、それ理由は？いやもうねえからだよ。いやいや二つある、二つのうち一つですから、なぜこっちなんだろうかっていう。なんとなくそっちの方が不気味感があった。ああ確かに女の子が、うん、あの色っぽいツヤっぽい表情でこっちを見るとか、うん、なんかちょっと、確かにちょっと怖いとかね。不気味って感じ。うん、うん、正解。こちらがベストアンサーなんですね。そうっすか。うん。うん、なるほどが246。そうだねが2、ありがとうが19って、なんかよくわかんない3つのリアクションなんですけど、はいはい、うん、これがナンバーワンなんですよ。これが好きで見てるんですって。それはその子が選んだナンバーワン？うん。質問者が。そうですね。で、これが好きで、そうっすか。僕に連絡くれた人は、よく、うん、見るんですって。これをね。ちょっと、うん。難しかったな。このクイズ。なんで？いやいやいや。シャレにならないほど、ちょっと多かったわ。シャレにならないほど怖い話ですから。あ、まあ、とまあですね、今回は、まあ、ヤフーニュース、まあ、ある人がね、うん、すごく好きな話があって、うん、で、林さんこれ読んでくださいよ、すんげえ怖いんですよって、僕に連絡くれたんですね。はい、で、まあ、こういう話がありましたけれども、僕は全く知らなかったの。だし、あのね、僕実は、ネットに載ってる怪談とか、都市伝説系って多分、あの、界隈の人とか、好きな人と比べても全く知らない方なの。うん。というのも、その、パソコンが家に来るのがむちゃくちゃ遅かったし、携帯電話を手に入れたのが、上京した時なの。ああ、だから18年前なわけよ。うん。うん、2006年。はい。ですね。でも、こういうさ、ネットに載ってる怪談とかって、2000年のちょっと頭ぐらいよね。かもね。シャレコワとかって。うん。確か。その年代がわかんない。そうですよね。うん、90年代後半というよりは2000年頭だってな、確か吉田さんがそんなこと言ったんですよね、うん、でそっから手に入れたもんだから、うん、僕こういうのがあるって言ったの結構遅めなのよ、うん、だから正直全然知らないのね、うん、ですからなんかあのネットに今も残ってる以前紹介したようななんか変な家族のブログとかさ、うん、なんかそういったものこれすんげえ怖いっすよ、このブログとか。これすんげえ怖いっすよ、この質問案とか、うんうん。なんかそういったものがあればですね、コメント、もしくはメールに、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。トシュボーイズですね、はい、メンバーシップを開始しております。はい。メンバーシップ始まっておりますので、はいはいはい、皆さんですね、ちょっと有料ではございますけれども、それに見合ったような内容のね、動画、生配信、まあ、企画などもやっていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ入っていただければと思います。はい、お願いします。概要欄 URL にですね、そこからクリックしていただければ、入れますので、うん、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。